衛費が大幅に増額となる2023年度、約6兆8000億円を岸田内閣は閣議決定した。護衛艦出雲と加賀の軽空母改修費に52億円と予算計上され、護衛艦加賀の艦首も四角へと変化している。今回は反撃能力保有と軽空母保有を詳しく見ていきますね。F-35B の認証プログラムが加賀でも見られるのかと思うと胸が詰まります。待っていたよね。2022年の末、日本の現在の政権を担当する とした、スタンドオフミサイルの開発、整備や、それらによる反撃能力を確保することで、日本の従来からの防衛策のありさまを大きく変換することが期とされている。具体的には、国産の地対艦ミサイルである、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と配備、また、それまでの期間を埋めるものとして、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達などが挙げられ、連日物議を醸している。これら 1000km 以上の射程距離を持つ巡航ミサイルを、日本の自衛隊が装備しようということに関しては、その祖も今日とはいえ、世界的に見ても、それだけの射程距離を持つ兵器の保有は、標準とは言えないとの指摘も見受けられる。そうした指摘は、確かに、今、世界にある国すべてを母数として論じるならば、一定の事実であるということも可能であろうが、軍事装備とは、自国が置かれた環境によって、必要とする、著しく内容は、異なってくると知るべきだろう。日本は、北朝鮮、中国、ロシアという、仮想敵国と対峙し、幸いにも海を隔てている、地理的な環境から、すぐに軍事侵攻され易い状況にはないものの、いずれの国も、日本を射程内に収める弾道弾や巡航ミサイルを保有、配備している。そうした日本よりも、長距離攻撃が可能な兵器をすでに配備している国々が仮想敵国である場合、少なからず、日本も、対抗上の同様な兵器を持たなければ、万が一の有事の際に、一方的に不利な状況に陥ることは明白である。さて、日本の防衛費の全体額だが、2022年8月末時点では、防衛省は、2023年度分について、約5兆5947億円を、概算要求額としており、これに項目のみが示される事項要求の約1兆円ほどが加算されると予想され、その増加額が注目されてきた。そして、この12月23日に、岸田内閣が閣議決定した防衛費の総額は約6兆8219億円となり、実に増加額は約1兆2000億円を突破、夏場の予想を上回る結果で、中国の軍備の拡張を念頭に置いた大幅な増額が確定したと言えるだろう。その中には、前述したスタンドオフミサイル等の他にも、これまでに順を追って準備を進めてきた、既存兵器のいわばバージョンアップも含まれており、その代表的な例が、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦、DDH の改修であろう。出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦、DDH は、1番艦で、ネームシップの、出雲、が、2015年3月、2番艦の、加賀、が、2017年3月に、就役を迎えており、現在の海上自衛隊が保有する艦艇の中で最大規模を誇る2隻となっている。就役当初の出雲、片護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦、DDH の名称が示すように、敵の潜水艦を探知、
発見、排除する追戦戦闘を搭載する回転翼機を用いて担う艦艇であり、そのために全通式の飛行甲板を備えている。出雲、片護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦隊を持ち、ジャパン、マリンユナイテッド横浜事業所の磯子工場で建造された。機関部は、について出雲、片護衛艦は、4機のガスタービンエンジンを組み合わせた、コガグ方式を採用しており、そのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC ガスタービンエンジンは、1機あたり 28,000 馬力、4機で、合計 112,000馬力を誇る。このガスタービン機関によって、出雲、片護衛艦は、最大で、30ノットの高速力を実現し、各種の用途の回転翼機を最大で14機まで艦載可能であり、乗組員はおよそ470名ほどを定数とするというスペックをもって当初は建造された艦艇であった。海上自衛隊では、この出雲、片護衛艦の前級として、同隊としては初の全通飛行甲板を備えたヒューが、片ヘリコプター搭載護衛艦を建造していたが、それは、基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が197メートル、全幅が33メートルの大きさだった。そのため、出雲、片護衛艦はヒューが、片護衛艦よりも、排水量比で、約 1.3 倍以上の大型化が行われており、その差は、最大で搭載可能な回転翼機の数に反映しており、ヒューが、型は、それが、8機ほどと6機ほどは、少ないことが見て取れる。しかし、ヒューが、片護衛艦は、海上自衛隊では、初の全通式甲板を採用した艦艇であったため、当時は日本が政治的に保有をしないと表明していた3種類の兵器の中の一つ、攻撃型の航空母艦に該当するのではないかとの批判もあった。ちなみに、残る2つの兵器とは大陸間弾道弾と戦略爆撃機であり、いずれもアメリカと旧ソ連邦との冷戦構造化の時代において、専守防衛を謳う自衛隊が装備する兵器としては相応ではないとされたもので、今ももちろん保有してはいない。そういった経緯も、アリーズも、片護衛艦が、ロッキード・マーチン社製のステルス戦闘機、F-35 ライトニング2の B 型を艦載機とする、その航空母艦化計画が持ち上がった際には、数多くの反対勢力から、それを批判する動きが加速した。今は、規定路線として、航空母艦化改修が進められている出雲、片護衛艦だが、日本政府の見解としては、F-35 ライトニング2B 型を搭載しても、それは、攻撃型の航空母艦には、該当せずというのが、政治的な見付けである。そんな出雲、片護衛艦の航空母艦化改修であるが、2023年度の防衛予算では、概算要求時に36億円とされた改修費にさらに加算されることが決定。最終的に2隻で52億円が予算として承認されるという形に収まった。まず、一番艦である出雲は昨年2021年6月までに1回目の改修工事を一旦終えており、そこでは艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンから排出される熱から飛行甲板を防護する処理が施された。加えて F-35 ライトニング 2B 型が出雲に着艦を行う際にそれを安全に誘うための誘導灯の設置と発着艦を行う時に目安となるイエローで塗られたトリムラインが飛行甲板上に追加されている状態である。
リズモは、今後、2024年度から2026年度にかけて、現在の飛行甲板の艦首の先端部分を、先細りの台形状から、スクエアな四角状に拡幅する工事等を行う予定であり、これにより、飛行甲板上のスペースを、より広く確保する。逆に、2番艦である、加賀は、今年2022年3月から、行われた1回目の工事で、こうした飛行甲板の拡幅工事は、すでに終えており、来年2023年度は、F-35 ライトニング 2B 型の着艦誘導装置等の取り付けを行う予定とされている。最終的に、加賀の航空母艦化改修工事が、すべて完了するのは、2027年度になる見込みであり、出雲、加賀、ともにそれを終えた後には、アメリカ本土に出向いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用認定を取得する必要がある。これは、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇が、必ず個別に取得しなくてはならない認証であり、これまでも、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスも、この認証を取得し、その実際の運用を開始している。よって出雲、片越艦が、実際に、F-35 ライトニング 2B 型を、艦載機として、実際の任務が可能となるのは、少なくとも2026年度以降ということになり、その時に、最大の脅威である中国がどうなっているのかが、最大の気がかりであろう。